長里ゆうきのうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、長里ゆうきです。年の瀬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。2023年も残りわずかとなってまいりました。ということでですね、2023年を終える前にですね、もう一つニュースがあるのでお伝えしたいと思います。杉田ひな選手と遠藤純選手が契約を更新しました。よいしょ、おめでとうございますお二方。はい、ということでですね、杉田ひな選手がですね、ポートランドスローンズと、3年契約をまた締結しました。で、2024年から2026年までの3年契約で契約を延長しておりました。で、遠藤純選手はですね、2024シーズンのオプションの契約があったんですけれども、おそらく双方が合意の上、2024年のオプションを行使するということになったと思われます。はい、ということで無事、遠藤選手もですね、エンジェルシティ FC とですね、もう1年契約を結んで、また1年 NWSL でプレーすることになりました。でですね、2人のですね、2023年の、個人成績をちょっと振り返っていきたいなというふうに思います。まず杉田選手ですが、19試合に出場して6ゴール3アシスト。ポートランドはですね、リーグ戦2位という結果に終わっております。で、対する遠藤選手ですが、18試合に出場しまして3ゴール2アシスト。エンジェルシティは5位という結果で終わっております。でね、エンジェルシティもポートランドもですね、両チームともプレイオフ進出をしましたが、残念ながら、チャンピオンシップ進出はならずという、結果でしたが、両選手ともチームで活躍をしたのではないかというふうに思います。特にね、杉田選手はですね、6ゴール3アシストということで、かなりチームの主軸として勝利に多く貢献したのではないかなというふうに思います。ですね、まず杉田選手から見ていきたいと思うんですけれども、チームからアナウンスがあったようにですね、過去の2シーズンでですね、杉田選手は13ゴール7アシストを48試合で記録しまして、ポートランドスローンズのプレイヤーの4人のうちの1人ですね、過去の2シーズンで複数のアシストとゴールを残した選手の1人。クラブに加入してから、杉田選手はトップ4のデュエル勝率ですね、190回の勝利とタックルの勝利が47回、チャンスを65回作り出して、でドリブルで43回しっかりと抜き去っているという結果ですね。すごいですね、クラブ史上トップ4に入る成績ですよ。でクラブでナンバーワンのパスの精度 81.95% ですね、フォワードとミッドフィールダーの中で一番高い数字を残しております。はい、ということで2023年の杉田選手のゴールを振り返ってみたいと思います。どうぞ。いや、2023シーズンもですね、杉田選手らしいやっぱゴールが多かったなっていうふうに思います。やっぱりこのね、開幕戦でこのこぼれ球にしっかりと突っ込むこのゴール、やっぱりね、こういうのやっぱいつも狙ってますよね。で PK ですね、 PK のキッカーのイメージないですけど、しっかりこうね転がしてコースにバッチリ決めてきましたね。さすがです。はい、でこちらシカゴ戦ですね。私は怪我でねこの試合出れなかったんですけれども、杉田選手しっかりまたね、これもコースに合わせて滑り込んで決めておりました。こういうのやっぱりね、杉田ひなですよね、しっかりねゴール決めるところにいるんですよ。で体ごと押し込む、これがね、杉田ひなの真骨頂ですよ。喜び方がね、可愛いですよね。で、こちらもですね、フリーキックからだったんですけれども、ロッキーからね、折り返して、ここに突っ込むと。もう本当、突っ込むの得意なんですよね、杉田選手って。ここにね、私は惹かれてるんですよ。確かに技術も最高にうまいんですけど、そのゴールの取り方っていうのが
結構ねストライカーっぽい取り方するんですよね。こういう風に突っ込んでいくゴール、うん、大好き杉田選手。これもねヘディングしっかりねいるべきところにいるんですよね。これもね相手との駆け引きにやっぱ競り勝ってますし、うん、一瞬のやっぱ動き出しというか反応が早いですよね。クロスがもう上がってくるっていう瞬間にもう相手の背後取ってますから、これはもうね勝ちが決まってましたね。そしてこちらですね、最終節エンジンシティとの試合で、最後に1点なんとかポートランドで取ったんですけれどもね、これもね相手をちゃんとよく見てねかわして浮かしてるとこがやっぱりいいですよね。これゴールだったら入ってなかったですからね。はい、ということで、2023シーズンもですね杉田選手らしさが光った、年だったと思います。で2024シーズンからもまたポートランドでプレーするということなのですね、しっかり、私杉田ファンとして応援していきたいと思います。皆さんもぜひ押していきましょうね杉田選手。続いてですね遠藤選手ですね。遠藤選手がですね契約をねオプションをエクササイズした、時のねコメントとして、エンジェルシティでの過去の2シーズンが、私の人生を変えたと、クラブの代表としてプレーすることをすごく誇りに思っていると、ロサンゼルス の, 素晴らしいファンとコミュニティがすごく好きです、これから、ね、先のことにすごくワクワクしているし、2024年にはね、リーグのチャンピオンシップをロサンゼルスに持ってくることを望んでますと、まあ、そういうコメントを残しておりますね。はい、ということですね、まあ、彼女はですねロスがすごく合ってるのかなっていう印象をね受けますしね、そういった意味ではねこれから先もねずっとクラブのねレジェンドとしてこう活躍していくのかなっていうのをこう匂わせておりますが、はい、ということでですね2023シーズン遠藤選手のゴールを振り返っていきたいと思います。どうぞ。これはねいい抜け出しからの左足の精度がすっごい高いですね。特にそのシュートのに、ね、持っていく形っていうのはやっぱりしっかり持ってるんですね遠藤選手って。ターンしてからドリブルでこうね相手の間を抜けて軸足をしっかり抜いて、ね、遠藤選手ですね、シカゴ戦でも決めてきましたね。はい、しっかりとこうクロスに合わせるところ、あんまりこうイメージないんですけれども、やっぱり M3 選手がねクロスの時に一番嫌なところにやっぱ上げたので、そこに対してもう入っていくだけっていうところで、クロスのポジショニングが非常に良かったですよね。ディフェンダーの前にしっかり入ってますからね。でこちらですねポートランド戦最終節、これね、ニアにこの決めるのがすごく上手なんですよね。代表戦でもねやっぱりそのニアにこう打ち込むシーンっていうのがやっぱり結構あるんで、この正確な速い球ファーに打つと見せかけてこうニアにこうバチコンってこう打ち込むこの技術はすごいですよね。やっぱりこういう形をねチームでもっと出せればねもっと点取れるんじゃないかなって思いますよね。はい、だから来シーズンねすごく期待したいと思います。はい、はい、ということで杉田選手と遠藤純選手2024シーズンの、契約を更新おめでとうございますということですね、そんな報告をさせていただきましたね。私の契約の更新はどうなっとんねんっていう話なんですけども、まだまだ私は所属先が決まっておりませんということで、ね、2人の、ね、所属先が決まったということで、私はもうね、パチ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 の喜びとともにですね、この喜びを皆さんに伝えたくて、まあ、この動画を撮らさせていただきましたということで、来シーズンもですね、このチャンネルで2人をしっかりと応援していきたいと思います、ということで、まあ、チャンネル登録がお済みではないそこのあなた、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして動画へのいいねボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。
で概要欄にですね、番組への、ご感想ご意見ご質問等を受け付ける、Google のねフォームを貼ってリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからアクセスしていただいて、ぜひぜひ、お寄せください。いろんなお言葉をお寄せください。まあね、何人かの、ね、方から今ちょっとね質問感想等をいただいて、すごく嬉しい思いに浸っているので、もっともっとどしどしお寄せください。はい、ではまた。